クリーンルームでは異物の付着による製品品質の低下が問題となります。異物が問題となる場合、手袋から発塵している事例が多く見受けられます。そこで今回は、微小な粒子を高感度で撮影できる微粒子可視化システムを使用して、手袋による発塵の違いと交差汚染を可視化してみました。まずは素手の状態での可視化です。たとえきれいにしていても、皮膚片や付着物が舞い上げられてしまいます。次に、一般環境で使用する用途のニトリル手袋です。新品でも手袋に付着しているパウダーや異物が多量に巻き上げられていることが分かります。最後に、クリーンルーム用手袋で同じ動作を行います。圧倒的に発塵が抑えられていることが分かります。このようにクリーンルームでは、規格に合わせた手袋を着用することが業務における大前提となります。もしクリーンルームの規格に合わせた手袋を着用していても、汚染された箇所に触れた後で作業をしてしまうと、コンタミの発生原因になります。多くの人が触るドアノブも清掃がされていないと、手袋からの交差汚染につながります。汚染箇所に触れた後のクリーンルーム用手袋は、その効果はなくなり、通常のニトリル手袋と変わらない発塵状況になっています。クリーンルームでの業務は、規格に合わせた手袋の着用はもちろんのこと、扱い方を見直すことで交差汚染を防ぎ、清浄度を保つことが可能になります。